ゴーキースグスタボ・ヘルナンデス・ルーゴは、ベネズエラのスクレシュ、グイリア出身のプロ野球選手、ウトを右打ち。現在は、フリーエージェント。愛称は、カサドール。2005年にアマチュアフリーエージェントで、デトロイト・タイガースと契約して、プロ入り。2006年に、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・タイガースで、プロデビュー。50試合に出場して打率。 327、5本塁打、23打点、20盗塁を記録した。2007年は A 級、ウェストミシガンホワイトキャップスでプレーし、124試合に出場して打率、29、34本塁打、50打点、54盗塁を記録した。また、この年は、オールスターフューチャーズゲームに選出され、ミッドウェストリーグの MVP にも輝いた。 2007年10月28日に、エドガー・アーレンテリアとのトレードで、JR ジ,ジャージェンス・キンセンと共にアトランタ・ブレイブスへ移籍した。2008年は、参加の A 級マートルビーチ・ペリカンズでプレーし、100試合に出場して打率、264、5本塁打、42打点、20盗塁を記録した。また、2年連続で、オールスター・フューチャーズゲームに選出された。 2009年は開幕から AA 級ミシシッピブレーブスでプレーした。2009年6月3日にネート・マクラウスとのトレードでチャーリー・モートン、ジェフ・ロックと共にピッツバーグ・パイレーツへ移籍した。移籍後は参加の AA 級アルトゥーナカーブでプレーし、移籍前を含めて2球団合計で138試合に出場して打率。282、3本塁打、50打点。 19盗塁を記録した。2010年は1年間 AA 級アルトゥーナでプレーし、92試合に出場して打率。266日本塁打、26打点、17盗塁を記録した。また、2年ぶりにオールスターフューチャーズゲームに選出された。2011年は、トリプル A 級インディアナポリス・インディアンスでプレーし、126試合に出場して打率。 283、1本塁打、40打点、21盗塁を記録した。2012年は開幕をトリプル A 級インディアナポリスで迎えた。5月21日のニューヨークメッツ戦でメジャーデビュー。2012年7月31日にギャビー・サンチェスとのトレードでカイル・カミンスカと共にマイアミ・マーリンズへ移籍した。この年メジャーでは、 移籍前を含めて2球団合計で70試合に出場して打率。192、3本塁打、13打点、7盗塁を記録した。2013年は開幕からトリプル A 級ニューオーリンズ・ゼイファーズでプレーした。2013年7月22日にアレックス・マクルーアとのトレードでカンザス・シティロイヤルズへ移籍した。移籍後は 参加のトリプル A 級オマハストームチェイサーズでプレーし、移籍前を含めて2球団合計で124試合に出場して打率。263、6本塁打、32打点、25盗塁を記録した。また、この年はメジャーでの出場はなかった。2014年は開幕からトリプル A 級オマハでプレーした。2014年4月10日に金銭トレードで シカゴホワイトソックスへ移籍した。参加のトリプル A 級、シャーロットナイツでプレーし、移籍前を含めて2球団合計で51試合に出場して打率。233、9打点、8盗塁を記録していたが、6月11日に自由契約となった。2014年6月15日にメキシカンリーグのキンタナロータイガースと契約した。 キンタナローでは24試合に出場して打率378、18打点8盗塁を記録した2014年12月1日にパイレーツとマイナー契約を結び2015年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった2015年は開幕をトリプル A 級インディアナポリスで迎え6月28日にメジャー契約を結んで アクティブロースター入りした。7月30日に40人枠を外れる形で、トリプル A 級インディアナポリスへ配属された。この年は、トリプル A 級インディアナポリスで104試合に出場して打率。288、6本塁打、42打点、17盗塁を記録した。また、パイレーツでは8試合に出場して、無安打だった。10月14日に FA となった。 2015年10月23日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結び2016年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2016年は開幕から参加のトリプル A 級サクラメントリバーキャッツでプレーし116試合に出場して打率3028本塁打51打点に盗塁を記録した。 8月23日に、グレゴールブランコの故障者リスト入りに伴って、メジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。この年ジャイアンツでは26試合に出場して打率、259、日本類が4打点を記録した。2017年は128試合に出場して打率、255、22打点、12盗塁を記録した。 2018年は142試合に出場して打率。234、15本塁打、40打点、8盗塁を記録した。オフの11月30日にノンテンダー FA となった。2018年12月13日にボストンレッドソックスとマイナー契約を結び、2019年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2019年は、 開幕から参加のトリプル A 級ポータケットレッドソックスでプレーし123試合に出場して打率21916本塁打53打点20盗塁を記録した9月1日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りしたこの年メジャーでは20試合に出場して打率1432打点1盗塁を記録した レギュラーシーズン終了後の10月18日にマイナー契約でトリプル A 級ポータケットへ配属され21日に FA となった2020年2月にシカゴホワイトソックスとマイナー契約を結んだが6月13日に自由契約となった12月18日にメキシカンリーグのプエブラ・パロッツと契約した2021年6月23日に モンケレーサルタンズにトレード移籍したが、7月13日に自由契約となった。7月17日にメキシコシティレッドデビルズと契約したが、8月7日に自由契約となった。ありがとうございます。